次はですね、やはりよさこいのできない時にですね、先生方が作ってくれた、私たちのこの振り付けの作ってくれたところの先生もが参加してるやつなんですよ。もう日本全国っていうか、海外もこれ、よさこいアンバサダーっていう方がいらっしゃいまして、海外にも発信してまして、実は言うと私たちのこのコーチよさこいですね、カナダのチームで戻ってた方も今度参加してくれというふうに連絡があっておりますので、非常に楽しみになっております。それでは、月咲く夜にというふうな曲です。ロックバンドのフレンチリアリズムという高知出身の方が作ってくれて、高知の先生方が作った踊りです。じゃあ行ってみましょうか。月咲く夜、忘れることはないでしょう。共に共に共に歌い
はい、今日の演舞これで最後となります。どうぞありがとうございました。